それでは予定の時間になりましたので、黒川委員長よろしくお願いいたします。それでは東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、通称国会事故調第20回委員会を開会いたします。本日午後1時より予定されております両議員の議長への報告書の提出にあたり、報告書の内容について最終的な確認を行い、報告書の提出について決議を行います。我々の委員会はその根拠法である東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法により、委員長及び委員の任命の日からおおむね6ヶ月を目途といたしまして、報告書を提出することを義務付けられておりました。委員長及び委員の任命は昨年の12月8日でしたので、なんとか6ヶ月目の間に報告書を取りまとめるに至ることができました。その間、短期間ではありましたが、徹底した調査、検証を行ってまいりました。具体的には、一つ、これまで19回の委員会は全て公開で開催し、38人の参考人に聴取を行いました。2、ワーキンググループによるヒアリングは延べ1167名、900時間を超えました。第3ですが、3回のタウンミーティングでは400人を超える被災された方々にご参加いただき、生の声を伺うことができました。第4に、委員が被災地12市町村に訪問し、関係者へのヒアリングを行いました。第5に、住民アンケート及び従業員のアンケートを実施いたしまして、住民アンケートでは1万633名の方に、また従業員アンケートでは2415名の東京電力及び協力会社の方から回答を得ました。東京電力原子力安全保安院、原子力安全委員会と関係者への資料請求件数は2000件を超え、徹底した調査検証を行いました。報告書の取りまとめにあたりましては、委員一同が文字通り昼夜を問わず委員会の事務局に集い、何日にもわたり議論を重ねてまいりました。この報告書につきましては、参与や客員庁舎員の皆様にも査読していただきました。また完成までの間には事務局や調査員の日夜にわたる協力があったことは言うまでもありません。委員一同心から感謝しております。それでは報告書の提出についての審議に移りたいと思います。委員の皆様の目の前に本日両議員の議長に提出予定の報告書が置かれております。事前にお目通しをいただいていると思いますが、提出される報告書には報告書の本編、アンケートを含む参考資料、会議録、要約版、さらにダイジェスト版から構成されております。まず皆様の前に置かれている報告書が事前にお目通しいただいているものと相違ないことをご確認くださいませ。報告書の議決に移る前に、まず本日欠席されている野村委員より書簡をいただいております。